ハニーマックスプレミアムライブフューチャリング初音ミク、いやおもんな。こんにちは、さくえです。今回はですね、皆さん、久々のハニプレ実況となります。待っていた方々いるかわかんないんですけど、おめでとうございます。もう意味がわからん。はい、ということで今回はいきなりねハニプレ撮っていきたいん、はい、今回はハニプレ撮っていきたいんですけど、あのね、情報がさあってさ、後から俺気づいたんだけど、このコラボが来たじゃん。これ名前出していいのかな、コラボだからいいっていう判断にするけど、この天月さんコラボっていうのが来ましてですね、これ天月さんコラボから実装されたこの、なんつうんだろう、オプション新しい機能が追加されたんで、それちょっと見ていきたいんです。でもちょっと待って、あの1日1回のさ、このガチャ引き手先にごめんね。これね、いきなり1回、あ、2回できるからさ、これ やりたいんだけど、モナちゃんがね、今ね、モナちゃんが、すごい発音がおかしいね、なんか、もずくみたいな発音だったもん、今。いきますよ、この、一連ガチャ回したいと思います。多分出ないと思うんですけど、いきますよ。ここに命かけてます、俺、今回の動画。こっちがメインだからね。今回の機能じゃなくて、こっちがメインになります。いきます。せーの、スキップからの、あー、じゃんくんくんくんけく、くるま、なって、もう一発あるんでね、こちら引いていきたいと思います。こっちいいよね、ほんと。でも俺持ってた気がするんだけど、これあれ持ってなかったっけ、バースデーのやつ。バースデーじゃねえや結婚のやつだね。さあ回していきましょうか。はい、いきますよ。いや、ここ本当に命かけてるから、今回のガチャ。はい、あー、まっこないか。いきますよ、せーの。ここで俺は決める。何、あー、ひよりんこでね。今回何が追加されたかっていうと、あの一番でかいやつから話す、このノーツの流れ方ってやつなんだよね。今までタイプ B だったんですけど、まあタイプ A が追加されたってことで、まあおかしいんですよ。タイプ A があって B が追加されるはずなんですけど、今まで俺たちがやってたのは B なんですよ。なんでこれを、まあ基本的な A に切り替える方がいいかなと思います。タイプ B から話そうかな。今までのやつ、従来のやつはあのハニプレの仕様上ですね、なんつうんだ、ノーツの速度が手前になったら加速するみたいな、感じの仕様だったのよね。まあ、それがタイプ A になって、ずっと同じ速度で流れてきてくれるようになったっていう、そういう仕様になりました。まあ、タイプ B に関しては、まあ、マラソンで言うと、一緒にゴールしようねって言って、手前で一気にダッシュするみたいな、そんな感じのイメージですね。タイプ A に関しては、まあ、その裏切りがなくなったバージョンみたいな、まあ、そんな考えでいいんじゃないかな。はい、もう一つがですね、こちら今回企画としてやっていきたいんだけど、ノーツの速さなんだよね。今まで、20が最大、まあ、アイドルグループの20が最大マックスだったんですけど、今回から、なんとですね、皆さんで見てくださいよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。これね、50までいけるんですよ。20が50になったんですよ。アイドルグループ20が50になったんですよ。それ絶対関係ないね。ということで今回はですね、スピード50にしてやっていきたいと思います。めっちゃ単純でしょいや、今までさ、20でやってきたんですけど、ちょっとね、50ってさ、2倍以上あるんですよね。なんで、ちょっと楽しみではあるんだけど、多分見えないんですよね。多分見えないんですよ。光の速度で多分飛んでくると思うんで、それをさばいていけるかって話なんだよね。あと、天月くん、しっかりレベルマックスにしてですね、シーンカードのミッションも全部クリアしました。さあやっていきましょうか、とりあえず。いや、マジで楽しみなんだよな、結構。本当にね、今から初めてやるんで、ノーツサイズじゃねえや。うん、まあ、とりあえずね、今回、後半。ママツキくんの憂鬱じゃないや、月曜日の憂鬱、後半やっていきまーす。さあ、どんな感じ。待って、なになに、早い、なになになに、ママツキくん、助けて、ママツキくん、助けて、これ、早いって、ありえないぐらい早いって、これ、ねえ、いや、ちょっと、怖い、怖いんだけど、待って、ねえ、ちょっと待って、早すぎて怖いんだけど、俺、ねえ、ママツキくん、助けて、俺やばいんですけど、過呼吸なりそうなんですけど、助けてください、お願いします。グレートグッドしか出ないんですけど、どういうことですか、これ。どういうこと、待って。意外とでも生きてるのがすごいな。待って、この早口、早いから、ノーツが早いからめちゃめちゃ早口になるんですけど、許してください、皆さん、こんにちは、さくえです。それはしてますね。なんか、おとなしいんですよ。きっと、会えるよねとか言ってる場合じゃないって、これ。スピード速すぎてさ、会う前に多分交通事故起こるって、これ。ちょっと月曜日じゃなくてやばいって、これ、あっ、パンマン